はい、続きやっていきたいと思います。情報、ゴールキーパーのラムカーネはルーキーだが、噂ではミューラーやヘルナンデスをもしのぐと言われている。はい、ミューラーはあれですね、この間出てきたなんだっけ、ネオタイガーを止めたキーパーですね。三浦くん。はい。ただ一つの弱点はスタミナがないことだ。諦めず落ち着いて戦え。スタミナがないキーパー。キーパー、スタミナ。他は、オフェンス陣はね、なんか要注意人物いないんすかね。はい。でね、どうしようかなって思ったんですけど、とりあえず新田はもう一試合ちょっと使ってみます。はい、何気点数は取ってるんで、とはいえ、ハヤブサシュートはね、ヒューガのタイガーや翼のドライブほどの、なんか威力はないみたいな感じですね。松山のイーグルとかね。チェンジ。三崎を7番。松山を6番ね。これでいこう。和夫と正雄がボラハンチ。ソーダをね、ちょっと右サイドで使ってみたんですけど、左でもいいか。でね、キーパー変えます。はい、森崎でいきます。割とね、必殺シュート打てるキャラクターが多くて、点数も取れてるんで、ちょっと森崎使ってみたいなと思います。はい。まあ、縛りじゃないですけどね。ちょっと状況によっては赤島で使うかもしれませんけど、とりあえず森崎で行ってみたいと思います。はい。ちょっとナメプと言われちゃ、それまでなんですけどね。ちょっと森崎使ってみたいと思います。はい。森崎の回ですね、今回は。よし、こっちからのボール、松山パスキャッチ。はい。じゃあ、サイドに展開していくけども、そうだ。OK。よっしゃ。よし、ワンツーで抜けたいな。でも、一人ね、ディフェンダー挟まってるから。カミソリパスで、普通に、こっちに出すか。この辺に置きたいね。鋭いパス、OK。石崎からの、ジト。はい、ディフェンス陣でボール回しますよ。そしたらすぐさま縦に入れたいんですよね。7番いい感じ。三崎。はい。いった。よし。三崎がパスキャッチ。さあ、ヒューガ上がれ。上がれ、ヒューガ。ヒューガね、もうできればこの時点でエリアに入ってほしかったけど、この辺りに出しましょうか。よし、来た。来たね。よし、じゃあもうネオタイガー行く？それともタイガーで行くか？ネオタイガー行きましょうか。フライベルディユース。まあ練習試合ですからね。おっと、ごめんなさい。ちょっと、パソコンの調子がおかしいですね。お？シャドウシールド。この距離でネオタイガーを、止められただと？マジか。やばい。ちょっと舐めてましたね。ちょっと舐めてたぞ、これ。森崎には荷が重すぎるか。ランドルフ君。とりあえず、早いうちにボール取れ。石崎と相田。はい、石崎、多分、ドリブルかな。あ、この距離でシュート打ってきた。体勢を崩しながらシュート。はい。さあ、できたよ、出番。森崎神。神！OK！ 森崎。
よし、カズオフォローね。カズオフォロー、くそ、ネオタイガーあの距離で止められるとは思わなかったなぁ。距離で止められるとは思う。ガッツいくら ?471 か。じゃあ本当はもうキーパーと1対1まで詰めてから、ネオタイガー打ってみる?そうしましょうかね。新田に持たせるか。やっぱ三崎かな。翼でもいいんだけど、しようか。なんかサイド攻撃を使いたいんで、やっぱ岬だな。前半は岬を中心に攻撃を展開していこう。くそー、やばい、こいつら強いぞ。森崎には荷が重すぎる。石崎がついた。クリア、クリアしたい。ここはクリア。くー、競ったね。競り合った。さあ、ジト、ここもクリア。ジトは体が強いからね、負けるわけがないとは思うけど、くそ、イルースくん。さあ、翼とマサオだね。さあ、どうしよう。パスで来るかな。じゃあ、マサオがスカイラブタックルで、翼はパスカット。あ、パスできた。行くぞ、カズオ。兄ちゃん。サルガオ兄弟ですね。はい。取れるかな?おっしゃ、オッケー。吹っ飛ばした。ヒューが上がれ。行くぜ、行くぜ。どんどん行くぜ。岬を使おう。はい。よっしゃ。岬からの、いいね、いいね。ヒューガがフリーです。ヒューガがフリー。できればトラップして、高いボールの球はする。トラップして、1対1まで持っていきますね。1対1まで持ってきて、ネオタイガー行きます。これで点数取りたいな。飛び出してきた。マジか。ガッツ、無駄に使っちゃってるよ、おい、ネオタイガー2発分。マジか。これでも点数取れないか。よし、じゃあね。じゃあ、翼のヒールリフトでいこう。うん、そうしよう。さあ、ここに取ろうぜ、マジで。あー、パスで回してきてるね。オフェンス陣は、やばい、やばい、ここはまずいぞ。オフェンス陣は、割と、シュートね、くると、張って、顔面ブロック。来た来た来た、顔面ブロック。来た、初公開。クソったれー。ベジータか。顔面ブロック。いいね。ぶっ飛ばされた。オッケーオッケー。いいね、いいね。お前の死は無駄にはせんぞ。シェーラーくん。あー、打ってきたね。強烈なボレーシュート。大丈夫か、森崎。強烈なボレーシュート止める。よし。森崎だってね、そこそこ使えるんですよ。パス。パスからの?ここはクリア。クリアしたい。こぼれ玉。オッケー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 。え、コーナーキック？ゴールキックじゃねえの？試合再開。ポジション変えたいっすね。翼をね、もうほんと、ここぐらいまで持ってきて、9が152だからちょっと休ませましょうか。逆に、岬を翼がいた位置まで持ってきて。まあ、こんな感じでいいんじゃないか?終わり。はい、来たね。あげた?ゴール前にあげたか。松山、取れ!取れない。オッケー、岬ナイスな位置のポジション。
たれたか？ヘディング打たれたね。石崎止めろ。よし、勢いは弱まった。勢いは弱まったぞ、森崎。よし、かろうじて弾いた。またコーナー。そう、ちょっと珍しくね、珍しくこの時間帯まで0-0っていうスコアですね。非常に珍しい。終わり。はい、松山、さっきと同じだな、これ。また美咲。あー、さっきと同じだね。シュート打ってくるからね。パスカット、クリア。今度は低いボール。ボレーシュートが？おっしゃ、こぼれ球。拾え。拾えないか。なんだこいつ。ダマヤスキー君。そうだ。そうだ。届かない。やば、ノーマークだ。パス？マジか。石崎くん。顔面ブロックいく？シュート打ってくるよね、多分。顔面ブロック。ガッツが足りない。一回しか打てないのか、顔面ブロック。こぼれ球。くそー。なかなか、こっちのボールにならないですね。クリアかパスカット、多分打ってくる気がするんだよな。打ってきたね、やっぱ。森崎頼むぜ。うわー、やられた。くそ。はい、行きましょう。時間がないから、翼、オッケー。ちょっとヒールリフト試してみたいんだよな。ゴールデン、美咲くん、翼くん、はい。ゴールデンはよほどのことがない限り勝ったされないでしょう。多分だけどね。よし、来た。もう一回行く。ゴールデン、どうする。ワンツーいける、いけないか。もう一回抜きたいんだよな。ドリブルで行くか。ドリブル。残り時間ロスタイム。ここ1対1で、キーパー1対1まで行きたい。PK でもいいぞ。PK でもいいんだぜ。OK。PK でもいいんだぜ。空気読め、審判。空気を読め、クソ。みんなお疲れ様。この後も頑張ってね。ヒューガがちょっとスランプですね。はい。ヒューガ274。困ったなぁ。向こうのボールでしょ？向こうのボール。ちょっと高い位置でもう早くボール取りたいっすね。松山はもうイーグルタックルでいきます。ニッターパスか。あ、違う。ニッターパスカットに備えよう。あ、パスできたね。抜かせるか。イーグルタックル。こぼれ球になった。でも前には誰もいない。起きた。カズオ、お前、ちょっと戻そうか。そうだ。えい。よし、ちょっともう一回翼に渡したいね。翼、上がれ。上がった。カミソリパス。翼にやります。ちょっとここ、ディフェンダー一人いるけど。翼に。カミソリパスだ。OK。大丈夫でしょ、必殺パスなんで。OK。
から行くぜ。もうヒールリフトちょっと試してみます。買わせるよな、多分。なんだって主人公ですからね。オッケー。行くぜ行くぜ行くぜ。ラムカーネ君が向かう。ドリブルヒールリフト。ヒールリフト。初ヒールリフト。うわぁ、マジか。頼みつかのヒールリフトもダメ？マジかよ。くそー。どうしようか。もう一発ネオタイガー行ってみる？サイクロンで行こうか。やばい。なんか向こうにいいようにやられてんな。やばい、1対1になるんじゃね、これ。ジト、ジト、ジト。うわぁ、シュート打ってきた。くそぉ、パンチング。頼む！ダメだ。森崎には荷が重すぎる。ちょっともう一回行きましょうか。2点差は厳しいぞ。ヒールリフトもダメだったか。サイクロン一発打ちたいですね。イサキを使うか。いやー、2点差は厳しいな。ゴールデンいきます。はい、行こう。よいしょ。なんか届かない。はい。はい。よし、これで一番前まで行けたんじゃないか。来たね。さあ、翼上がれ。サイクロン撃つぞ。来た。上げます。翼にサイクロン撃たせる。よし、行くぞ。サイクロン。オッケー。足を酷使させる。へい。これで止められたらちょっとお手上げだ。ありえない。シャドウシールド。うわ、マジか。どうしたらいい？これ。マジか。ちょっとこれは、翼、ガッツ使っちゃったね。松山のイーグル行く？ヒューがどうなった？378。ヒューがに渡して、タイガーオーバーヘッド行くか。タイガーオーバーヘッド。うわぁ、えい、どうだ、これで、どうだ、マジか。こいつ、めっちゃ強え、このキーパー。やばい、必殺シュートが通じない。やばい。どうするこれ。スルー作戦で行く？時間がねえぞ。ここで取らないと。オッケー。よっしゃ、行くぜ。ソーダを使おう。ソーダ。えい。ほとんどもうガッツ使っちゃってるんで、どうしようかな。34でしょ。翼296。ヒールリフトもダメだしな。新田は当てにできねえし。やっぱスルー作戦でいくか。新田に合わせるふりして、翼に合わせるみたいな。カズオ。
ケー。よし、じゃあ、待て待て、この4番が邪魔なんですよね。翼に合わせるふりして岬に行くか。えい、センタリング。マジか。サイクロンもう撃てないよね。これスルーしたら取られちゃうかね。あーやば、飛び出してきた。ダメだこりゃ。お、これもしかして空っぽパターン。よし、よし、これはね、どうしようか。普通にボレーシュート行きたいけど、確実に1点取りたいんで必殺使いますね。今だ。まあ使う必要ないかもしれないけど、本当に確実に今1点欲しいんで。よっしゃ、これ入ったでしょ。マジかよ。ちょっと待ってくれよ。いやー、いやー、今のは痛い。無駄にガッツ使っただけ。時間とガッツを無駄に使っただけ。やばいぞこれ。奪え奪え、もうここで奪うしかない。もう強引にいっちゃえ。どうした。 OK。 くっそー、マジマジマジマンジ。うわー、はい、よっしゃー。じゃあもう一回スルー作戦いこうか。ここはドリブルで抜きますよ。はい、キーパー以外はでもあんま大したことないですね。必殺シュート打てるやつもいないし。日体に合わせるふりをして、ここでスルー。あー、翼拾えるかな。下手したらゴールライン割っちゃうかもしれない。あー、取られた。ニッタほんと使えねえな。ガッツが足りない。タックルとパスカットいきます。あー、ワンツーか。オッケー。あー、ワンゴールライン割っちゃったね。ダメだ、うまくいかん。やばい、何もかもがうまくいかん。ミサキはムーンサルトパスカットタックル。あー、ドリブルできた。取る。いやー、ドリブルできたんすよ。お、取ったよ。マジかよ、取ったよこいつ。どうするどうする、マジどうする、マジどうする。ヒューは強引なドリブルとかいけない。深いボール、トラップ。ここさ、強引なドリブルいけないからね。吹っ飛ばせない。どけ。うわー、マジか。空っぽだ。今度こそスカイラブツイン。でもね、ここで点数飛んでもね、取ってもね、ちょっと時間がね、一気にロスタイムになっちゃうんですよね。飛ばした。2人目、届かない。おっしゃ、いった。いやー、しかしな、くそー、点数が取れんのよ。キューガがついた。ドリブルで来ると踏んでタックル。来た、取れ。くそ、くそー、ダメだ。早く取れ。いやー、パスだ。松山タックル。よし、うわー、くそー、ダメだー、ボール取れない。4人だ、4人。タック
ックル、スカイラブタックル、イーグルタックル、パスカット。ムーンサルトパスカット。ドリブルできたね。かわす。あー、負けたー。森崎。マジかよ。あれ？前の試合に戻らないぞ。はい、戻らないっすね。翼、三崎、若島津、佐野、日向、総田、児童、松山、反町、沢田、三杉、高杉、伊沢、滝、石崎、新田、木杉、正尾、和夫、浦部、太田、中山、森崎。はい。戻らないみたいなんで、じゃあ、このままね、次回、また、リベンジしてみたいと思います。若島津で言ったら正直勝てたかもしれないですね。やっぱ森崎には荷が重すぎたかな。はい、まあいいや。今回はじゃあ森崎の回ということでね。ここまでにしておきたいと思います。はい、次回もよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。